言ってる。疲れた。本日も皆さんお疲れ様です。私もただいま帰ってきまして、これからお酒を飲みます。声がめっちゃガラガラだ。よし、今日はですねなんとこちら本を買ってきまして、何の本かというと、ナンバーですね。ナンバーが本日3月29日発売ということで、こちらの雑誌を買ってきました。まあ、なんで買ったかっていうとですね、先日丸尾製作所ランニングクラブの東京本部の練習会に雑誌の取材が来ておりまして、まあ、その時の取材の記事がこちらの雑誌に載ってるってことで、買って内容を見ていきたいなと思います。まあ、中身見せれないんでぜひ気になる方は買ってくださいと。はい、久しぶりに雑誌買った気がするな。はい、まあ、その前に開けましょうよ皆さん。乾杯。うまっ。さあ、前回動画結構いい感じで皆さんコメントをくださってありがとうございました。前回のみんなが知りたがってることっていう動画で、まあ、いろんな方からねコメントいただいてありがとうございます。心配していただくあれは心配ご無用ということで、まあ別れることはないんじゃないかな、わかんないけどね。はい、そこでお土産をもらいまして、これを実食していこうかなと思います。これあれなんだ、亀田、あ、でも亀田だよな。あ、亀田製菓、製造者が亀田製菓じゃなかったから違うところが作ってんだと思って、今思ってみたら、いや亀田って書いてあるしなって思って裏見たら、その製造者の下のところに亀田製菓グループですって書いてありました。製造者がですね、アジカル株式会社というところです。亀田のグループ会社らしい。まあ、きっとあれだね、亀田のこういう変わり種、柿の種の変わり種を作るグループ会社なのかな、わかんないけど。はい、こちら柿の種の牛タン風味だって。絶対うまいでしょ、超高級ゾーンなんだけど。あ、風味ってことは多分嗅いだ時の牛タン感が強いんだろうと思うよ。牛タンって感じではない。牛タンってわかんねえんだよな。牛タンって結局焼肉のタレの味じゃねえか。なんか焼肉のタレの味はする、あ、匂いはする。普通の柿の種よりちょっと色が薄い感じがするね。うん、でも柿の種って結局何でもうまいからね。でビールに合うという。普通の柿の種より味が薄くてちょっと普通の柿の種よりちょっと味が薄くてニンニク風味がする感じかな。うまい。早速ねこの雑誌をねちょっと見ながら、今回ですね、取材の内容としては、話題のクラブに潜入ということで、まあ、ランニングクラブは大人の遊び場っていう、まあ、取材で、まあ、いくつか の都内のランニングクラブについて取り上げられてて、まあ、そのうちの一つとして、まあ、丸尾製作所ランニングクラブが取り上げられたということです。
最近は本当にありがたいことに結構ね、メディアの雑誌とか、まあウェブのメディアとか、うん、まあそれこそランスマクラブさん、まあランスマクラブさんのおかげっていうのもありますよね、多分。はい、ランスマクラブさんがまあ僕らの活動をまあ見かけてくれて、そこからテレビランスマクラブに出させてくれてくださって、そこからね、なんかいろいろとメディアの、露出も増えてきたなと感じます。まあ本当になんて言うんだろう、嬉しいというか実感がないというか、憧れの存在だったわけですよ。なんか雑誌に載るとかテレビに出るとか、僕はもう本当に田舎の田舎の田舎で生まれて、田舎の田舎の田舎で育ってた人間なので、本当にテレビの中とか、まあ、雑誌の中っていうのは、まあ、すごくキラキラした世界だなと思ってたわけなんですけど、まあ、そんな世界が実際自分もそっちの世界に、まあ、最近ありがたいことに取り上げてもらう機会がちょこちょこ出てきてて、なんかすごく嬉しいなと思います。うん、嬉しいとか、なんかそのちょっとふわふわした感じというか、なんていうの、いや実感が湧かない、実感があんまり湧かない感じです。すごくね、なんていうんだろうね、うめえ。でもこれ、まあそれこそね、今年に入ってからも森脇健児チャンネルさんにも呼んでいただいたりして、まあ、そのキラキラした世界の、まあ本当のガチモンの芸能人っていうのかな、うん、まあスイさんとか、ポップラインさんとかも、まあ言ったら芸能事務所に入ってるから、芸能人って言ったら芸能人なんでしょうけど、まあその方たちとこう会うのもすごく、なんて言うんだろう、こう浮世離れというか、実感が湧かないというか、こんな僕らがああいう対等に話せるんだみたいな感じで思ったりしてたんですけど、まあそれこそもガチモンのガチ森脇健児さんに招待していただいて、まあ一緒に、まあ、YouTube の企画をやらせていただいたりとかして、非常になんかこうこの3年ぐらい、もっと5年前とかには考えられないような世界だなと思ってます。だからこれがね、めちゃくちゃね、なんかそれは YouTuber ドリームというか YouTube ドリームだなと思いますね。だってこれ僕が YouTube やってなかったら確実に出会える世界じゃないし、見れる世界じゃないかなと思うし、まあ、YouTube やってなかったとして、じゃあ僕が、今の2時間17分30秒ぐらいで走ったとしてても、多分こんなに大きく取り上げられることはなかったと思うんですよ。まあ、これがこの YouTuber プラスこの速いマラソンが速いっていう掛け算があって、今こうやって取り上げてもらって、うん、で逆にでプラスで、あのタイミングもまだ早かったから良かったんですよ。例えばじゃあこれ僕が今、2時間17分で走ってるから動画始めようかなって言ったらもう遅いと思うんですよ。まあ、それだけもう2時間17分でちょっと早いだけじゃもう YouTuber って成り立たないじゃないですか、ランニング YouTuber って。っていうところもあって、なんかその本当に時と運というかタイミングが良かったなと思います。まあそんな、なんかね、雑誌に取材してもらえるような成績はないけど、 YouTube をやってたことによって、まあある意味この中途半端、まあちょこっとした成績に YouTube っていうものが掛け合わさって一つのコンテンツになってるっていうのがね、すごく面白いなと思いました。今後もね、なんかいろいろと新しいことにはね、挑戦していきたいし、まあ、マラソンは一つの柱としてやっていきたいなと思ってる上に、どんどんね、新しいものを取り入れていって、なんて言うんだろう、このただ走るだけだと無個性なんですけど、そこに何か取り入れることに、誰もやったことがないようなものを取り入れることによって新しい個性が生まれるっていうのはね、ちょっと、まあ、YouTube ランチューバーをやって
感じているので、まあ、今後もちょっとね、いろいろと新しいことにはチャレンジしていきたいなと思います。で、そんなね、チャレンジをね、多分皆さんも応援したいというか、まあ、見てくださってる人たちも見たいコンテンツの一つだと思うんで、今後もね、なんか、まあもうアラサーなんですけど、いろいろと、もう若くないんですけどね、チャレンジできる間はガンガンチャレンジしていきたいなと思います。まあそんな感じで、めちゃくちゃ眠くなってきた。最近なんか疲れてるんですよね。多分、今ちょうどマラソンの長野マラソンに向けて、結構追い込みの期間にしてるんですよ。なので、練習の負荷がどんどん乗ってきてて、今足に重さが出てきてるんですよ。あ、それは僕はいいことだと思ってるんで、その重さをあんまり抜かないように、普段のジョグも結構なんて言うんだろう、きついからじゃあ今日軽めにしとこうっていうことをできるだけしないようにしてるんですよ。まあ、そこね難しいんですけど、怪我しない程度には、怪我したら大問題なんで、もうそこでパーなんで、あれなんですけど、疲労を感じつつ、ポイント練習も外さない程度に、でも、完全にジョグで、疲労を抜くような形は作らないというところの塩梅で今やってるんで、まあ、本当になんかこう体の疲労がどんどん蓄積してってるところなんで、ちょっとね結構疲労が溜まってきてるんで、すぐ最近はね眠くなっちゃうんですけど、もうあとこの一杯で結構酔ってきて眠くなってきたんですけど、この後は相方が家を帰ってくるのが遅いんで、相方のご飯を作って待ちましょう。はい、まあそんな感じで、まあ本当になんていうの、 YouTube ドリームを掴んではないか、 YouTube ドリームのこのかけらのかけらのかけらを少し感じたっていう話でした。じゃあ今日も、なんだっけ、今日もじゃあ楽しいお酒の会でした。皆さんお手を拝借。よーっ。